先進は球技における審判員の種類の一つ。種として競技場に引かれた線とボールとの位置関係を判定する役割を担う。6人審判制においてライトとリフトに各1名配置される審判員を先進、または外進と呼ぶ。サッカーで両方のタッチライン際に配置される審判員はかつて先進と呼ばれていたが、その権限が拡大したこと、 また女性審判の登場でマンの故障がふさわしくないとの意見もあり、1996年に国際サッカー連盟が副審と故障を変更した。テニスにおける先進は複数名配置されており、ラインごとで判定を主審に伝える役割を担っている。なお、先進の人数は大会ごとに異なり、ウィンブルドンでは最大9人配置されるほか、一部のハードコートの大会では、 ホークアイシステムやホックステンシステムを利用して、先進を配置しない試合が2020年以降に実施されている。バレーボールにおける先進は4名配置されている。コートの四角で統一された色の旗を持っている。ありがとうございます。